こんにちは。今回は今の時期まだテレワークをされている方も多いんじゃないかなと思うので、そういった時にもお使いできるアイテムをご紹介できたらなと思います。まあ、最初に私が着ているこちらのブラウスですね。肩フリルのところがポイントになるんですけど、あと前から見てもですけど、後ろも同じような感じのデザインになっているので、1枚でこう可愛らしさとこう何ですかね、こう映り方がこう映えるんじゃないかなと思うのでいいと思います。次がこちらですね。こちらが前後 2way のアイテムになってます。なので例えば月曜日はボタンを前にしたり、で木曜日にボタン側を前にして、こう2日に分けてこう違った印象でお使いできるのでいいと思います。お色が白とこちらのピンクと、ピンクも結構映える、こう 顔写りもよく見えるんじゃないかなと思うのでいいと思います。とブラックですね。この3色展開になってます。で次がこちらの包帯になります。こちらは結構あのハンサムな、できる女風な印象を与えてくれると思うので、まあ、このままさらっと着ていただいてもいいですし、こう包帯の部分をこの状態のままでもいいですし、逆にこうやってリボンで結んでいただいて、ちょっと女性らしい印象にしていただいてもいいと思うので、こう何ですか、可愛らしい女性、かっこいい女性っていう感じで使い分けていただくのもいいと思います。お色がカーキ、ベージュと、こちらもブラックですね。こちらの3色展開になってますね。で最後に幾何学模様のブラウスになります。こちらはきちんと感もありますし、こう大人な知的な女性を演出してくれるような感じのデザインになってますので、こうテレワークで会議がある時だったりとか、そういった時にもお使いしていただくのもいいんじゃないかなと思います。あと袖もしっかりついてるので、肩出しが NG な時とかにも使っていただいてもいいと思います。お色が白とブラックの2色展開ですね。こんな感じです。なのでぜひ覗いてみてください。今ご紹介させていただいた商品が、今セール価格で税込み2500円以下で販売してますので、ぜひこの機会に皆さん覗いてみてください。ありがとうございます。